まあなんかさ、食事系がなんか流行ったりとか、例えば鍋、誰かが食べ始めたらなんかみんなで鍋ばっか行き始めたりとかもそうだけど、なんか、ね、スンドゥブもそうですもんね。スンドゥブもそうだしね。うん、なんだろうな、言葉とか。あ、エリーの、うん、オッケー。使ってるね、流行ってるねこれ。どこでも使えるから、もうね、もうね、映っちゃうんだよあいつが結構。あいつテレビでもやってるね。やってる、あの女の子ね。まあ、皆さん多分あれが一発目だったと思うので、キョトーンとした人も多分テレビの前でキョトーンとした人もいると思うんですけど、あれ僕らの中ではだいぶ長い間もうやってることで、やってますね。もう何でも使えるんでぜひ使ってほしいですね。そうですね、もう何でも語尾につけちゃえば OK なんで、 OK っていうので、ね、ちょっとテンション高めで言うっていうのがね流行ってるということで、じゃあエリーの OK でいいですか。そうですね、ちょっとこれ学校とかでもね、うん、流行らしちゃった。流行ると思っちゃうんだよ。スカートめくって OK みたいな。あ、それいいじゃん。めっちゃいいじゃんそれ、うん、めくられても OK みたいな。もうだから何でも使えるんでね、はい、あの、はい、僕もめくって OK って言いに行くの。おい OK じゃない、 OK だよ。あー OK。